はい、こんにちは。皆様がサムネでお察しの通り、今回のテーマは、麻痺粉塵。麻痺に弱くかつ害悪モンスターと呼ばれる、ディアブロス亜種の狩猟です。さらに麻痺粉塵に加え、麻痺770の草虫根を使用してどこまで楽に狩れるのか、検証です。まずは落石を落として、その隙にメンバーさんが傷つけからスリンガーを落とします。マム武器なので、幼虫強化、気、力、がありません。麻痺粉塵を使うために、モンスターの落とし物から幼虫強化、力、を発動させます。さらに念のため、音爆弾をセットしていよいよ狩猟開始です。早速、1麻痺目。ディアブロスは怒り時に止まるので、すぐに2麻痺目が入ります。危ない。闘技場あるあるで、段差の上に乗ることがあります、わら。3麻痺目。停戦コンボ中に潜ってしまいますが、メンバーさんの音爆弾に救われました、わら。出てきた瞬間に、4麻痺目。麻痺を蓄積しない麻痺中に飛ぶ予定でしたが、他の方に任せて先に飛いでます。スタンを取りたいので、虫当てです。5麻痺目。ここでスタン。6麻痺目。この辺からかなり殺意が高くなってます、わら。最後に麻痺を狙い、定点コンボを使います。しかし、ここでミッションコンプリート。お疲れ様でした。いつも通り、サムネの撮影に移ります。バシャ。こうして並ぶだけでも、映えますよね。草虫根、かっこいい。麻痺根4パーティーの狩りはとても楽しいです。ぜひ、皆さんも遊んでみてください。それでは、ご視聴ありがとうございました。